じゃあちょっと皆さんにね、ここでねクイズを出したいと思います。はい、今から画像を3枚見せるので。はい突然は見せられる。突然のクイズ、誰がどれか当ててください。リスナーの皆さん、突然クイズです。急ですがクイズします。誰がどれか当ててください。まあこれでね、我々がね何をしたかは分かると思うんですけど、まあちょっとね、打ってきたということで、誰がどれでしょう。正解はスバルはドゥルルルルルルン、これです。おお、まあまばらにね無難という。じゃあミコッチとミオシャなんですけど、ミオシャの正解はドゥルルルルルン、これです。そして一番当たらなかったのがミコッチでした。はい、というね、まあこれね、まさかのだね。はい、いやまさかっていうか、これはね多分ねメンタルも影響してる。じゃあこのこれを打ちに行った時に何があったかという話をしましょう。あ、それはちょっと必要かも。これはねメンタルも影響されてると思う。そうだよね、影響あったかなり。影響ある。銃をね打ってみたいみたいな話になったんだよね。なんかさ、銃打ちたくねってみこちが言い始めて、そう、うん、じゃあちょっとで予約しとくかって言って予約しといたんだよね。そう、うん、で、まあ、いざ向かいましたと。はい、で向かったらね、なんかめっちゃなんかさ、いかちいところに行ったんだよね。すごいかった、もうなんか軍事施設かなううみたいな。でバトルフィールドね、バトルフィールド。バトルフィールド、名前がバトルフィールドとかいうめちゃめちゃいかつい名前のでもめっちゃ評価が高くて、そう、うん、そう、実際ねすごいね、スタッフさんもねいい方でね、優しかった、うん、めっちゃ。でなんかね、はい、スタッフさんからこれの、じゃあなんかライトが緑色になったらね部屋に進んでくださいみたいなことで、あ、わかりましたとかで受付済ませて、まあ3人でね、はい、椅子に座って待ってたんだよね。うん、うん、そしたらね、何があったんですか。いやなんかその受付の時に誰か人にあのパスポートを渡してって言われて、うん、あ、はい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 っつって、はい、あのミコショルダーバッグ、その胸に、うん、あのつけるタイプの斜め掛けのね、はい、その中をペーって開いて、うん、あのパスポートケースがちゃんとあったの、ミコパスポートケース、うん、でパスポートケースパッて開いたの、そしたら、うん、いないいやいや、ミコチ探してみ、絶対あるからパスポートって言ってね、探したんだよね。怖い話、パスポート本当にどこにもないんですけど。終わったんですけど。終わったんですけど。なってんだよね。なってんだよね。からの、からの。からの、からの。同時刻、同時刻。ちょっと待って、うちもパスポートあるかな、ちょっと待って、あれ、うち、ポッケに入れてた財布どこ行った。あれ、財布ない、財布なくなっちゃった。ちょっと待って、2人とも落ち着いて、一旦一旦探してみよう、絶対あるからパスポート探してって言って探したんだけど、なかったんだよね。で、本当にこんな空気になった、バトルフィールドってえ、これ終わっちゃったかと思ったんだけど、まあでもここでへこんでてもね、もう銃を撃つ時間はここが迫ってるわけもう今受付しちゃってるから、そう、受付しちゃってるから銃撃ちませんとか言えないわけだから。で、そしたらね、ランプが緑になって、うん、いやでもさ、みんなじゃ一旦まあ銃撃ちに行こうやみたいな感じになったみんな一回行きたいね、まあ、一旦行こうって言って、で一旦スバルだけ、スバルだけ通常で二人はもうやばい、財布なくしたやつとパスポートなくしたやつだからマジガチ合わせにしてたけど、うちらのことコブしようと思ってさ、そうそう、とりあえず行こういや一旦、一旦もうこれやるやとさみたいな、もう受付じゃないから行っとこうみたいな感じで、でそれでなんか打ってから、またホテルに帰って探そう、そうしようみたいな、そう、ホテルにあるかもしれないじゃんとか言って、そう、で、そう行ったんだよ、行こうって言って行って、で、もうさ音がすごかったの、はい、耳栓とかして入ったんだけど、で、うん、スマイルも結構ビビってたので、も、うんうん、後ろ見たらもうパスポートも財布も失った二人がわわわわわみたいになっててこんなん怖えけど俺が行くしかねえと思って、やりますって言って、うん、で、打ったんだよねスバルが1回目でね、最初になってね、なんかすげえパッションでなんか説明受けて、あー、オッケーオッケーオッケーみたいな、
でなんかめちゃくちゃ笑顔でさ打っててさ、なんかそう途中でさおもれーとか言いながらさやってて、めっちゃ生き生きしてんの、いやだってすげーみたいな、もう言うしかねえだろこんな空気なんだからパスポートも財布も忘れておつやでさ、いや楽しいよこれっていうのを伝えたくてみんなみんなこれガンプここ楽しいから楽しみに行ったっていうそういうなんか楽しそうよここ行ったみたいな空気でもうやけそうだってでももうさ我々はさパスポートと財布なくしたのもそうだけど銃撃つの怖すぎて、うん、そうなんかめっちゃやばかったもんだって、そうなんかほんと病院にかかる前の犬猫みたいな感じになっちゃっててさ音がこんなでっかい爆発を聞いたことねえぐらいのさ音が鳴り響いてんのガチで、みこちとかさ不安になりすぎて途中でうちにギュッとかしちゃって抱きしめて初めてうちのことお前が始めた物語だからなみこちだってずっとそうだねみこちやりたいって言ったのでさ打ったんだけど最後なんかフルオートでね打たせてくれんだよね。でミオシャもまあ打ったんだよねフルオートで、うん、でそうそうミオシャはねなんかすごいセンスあるみたいなね。いやなんかめっちゃ真ん中に当たってたみたいでそう You are めっちゃうまいみたいな感じの英語を言われてなんかイエーイみたいなそうグーでねじゃあミコチ打ちますってなってミコチも打ってるんだけどなんかミコチまっすぐ打たまっすぐ目の前の的打ってくださいってめちゃめちゃ説明されるんだけどなんかスバルから見てても銃口がちょっとね左向いてんのでなんかミコチだけ異様に早く終わったんだよね。あなんか、ね、みんなそれまで最後になんかもう打ち上げ花火レベルのマシンガンパパパパみたいなねフロートのね、うんうんうん、でうわすごかったってなってたのになんかミコはなんか途中でその横の的じゃなくて真ん中の的ねみたいなことをすごい海外のね、うん、教えてくれる人に言われてたの、うん、あそこセンターセンターみたいな感じで、うん、ああオーケーオーケーみたいな、みこそこに当ててるつもりも全然なかった、全然自分の目の前の的に当てようと頑張ってたんだけど、うん、なんか変そういうこと言われて何言ってんだろうと思って、うん、最後1,2 発ぐらい最後に打たせてもらって終わったの。だからなんかミコセミオートのやつドゥルルってやつなくて、そこなんかね、うん、取り上げられてミコチだけなんかビギナーオーケーオーケーみたいな感じになってそう終わったんだ終わっちゃったそれでじゃあホテルに帰ってパスポートを探そうかって言ってねって言ったらなんかじゃあウーバータクシー行きました。そしたらミオシャが急にあすごい弾薬が落ちてる拾っていこうとか薬莢だ薬莢、うん、すごい薬莢が落ちてる拾っちゃおうとか言っていやもう絶対やめとけみたいな置いてけみたいなミオちゃんも財布さなくしてさ多分おかしくなっちゃってなんかドッグリみたいに薬莢開い出してでやばすぎるよみたいな壊れちゃってたちゃんと。いやそうだね、ちょっとぼーっとしてたかももうね。でそっからミオちゃんさもううちは全部失っちゃったからさってずっとやってすぐにねでもカードとかで止めてもらってね、そうちゃんとねうん、その財布は簡易的な財布だったからカード1枚しか入ってなかったし、うん、そう、まあ、現金はちょっと入ってたけど、まあそれはカジノで吸ったってことでおよもう終わりにしようみたいな、そこまでね問題はねそこまでは大きくはなかったねうちの財布はね。いやいや大きかっただろう、何回スバルがセキュリティに行ったと思ってんだ確かになんか財布をねなくしたとか言ってセキュリティにもしかしたら届いてるかもって言ってセキュリティに行ってね、そうそうホテルのね、うん、そうで先にミオシャと一緒に行ってなんかそのすげえ背の高いセキュリティのところで、うん、Excuse me I have a problem、ね、みたいなで、うん、そしたら、うん、なんかここに記入してみたいなこと言われたんだけど英語難しすぎるから、うん、ちょっと、うん、I am not good English please help me とか言ってなんかそのセキュリティのお姉さんに書いてもらうのも手伝ったの、うん、手伝ってもらったんだよね、うんうんうん、で、あー Thank you みたいな、また見つかったら連絡するねみたいな感じで部屋に帰ったんだよね、うんうん、で、じゃあ次ミコチのパスポートあったって言ったらなかったんだよね、うんね、ミコだけめっちゃねひっくり返す感じでね、今のとこ探したんだけど一向に見つからなかったの、だからもう絶望で部屋の真ん中でぼーっとしてたのしかもやばいのがラスベガスってパスポート最悪
コできる場所ないらしいみたいな。ないんだよ。なんかスバちゃんがミコがぼーっとなんかもう、あ、ここにもない、あれにもないってやってる間に、おいまずいミコち、これラスベガスに日本大使館ないですって言って、サンフランシスコまで行かないとないです、やばいじゃん、ガチでやばいじゃんっていうのがあって、もうスバルはそれを気づいた時に、あ、スバルたちの旅はここで終わるんだって。来たばっかなのに俺たちの旅ここで終わっちゃうんだ、明日サンフランシスコか、まあサンフランシスコも面白そうだなとか言ってもなんかみんなね励ますんだよね。いやでもさ、スバルは楽しいよ今みたいな感じ。本当に人生で起こることないことか体験してるから、すごい楽しいよとか言って、もうめっちゃポジティブに励ましてて、やけくそサンフランシスコでまたホテル取ればいいじゃん、そう、ね、言って、うん、いいじゃん。それでね、もうでも最、まあ、もう一回だけね、セキュリティって聞いてみようよ今度はパスポートって言ってね。あ、そうそう、セキュリティ元でね、そう言ったんだよね。そしたら、うん、さっきミオシャの時に対応してくれたお姉さんがいて、うん、でまた同じお姉さんに、うん、I have a problem, I lost a passport って言ったら、お姉さんがお前財布もパスポートもなくしたってマジみたいな顔顔されて、 No me, not me, she, she, she って。どうなったんですか？20分か15分ぐらい待ってて、うん、そしたらね、なんかまた別のねセキュリティの人が何か袋を持ってきたの。そうね、うん、その中に赤いパスポートがあって、あーたーみたいな。もう本当に良かったよあれ。良かったよ。いや本当にあまりに奇跡的すぎ。やっぱさ、海外だとパスポートなくしたら絶対戻ってこないって聞くし、もう絶対ないと思ってたの。もうしかもさ、ちゃんと落としてたっていう。何落としてんだてめえ。お前ふざけんなって。何何落としてんだよお前って。ホテルに着いた時に一回カジノ行ったやんか、うん、だね。その時に多分あのパスポート最初に手にするのね、3人とも。あ、そうそう、カジノやる時にね。 でも自分のパスポートをなんか入れた記憶がなくて、ああカジノでだカジノで落としたんだ。お前本当によかった。今こうやって配信できてること奇跡だよ本当に、うん、あとあれ ねバイバイっていうのがパスポートバイバイなんかこれ言うと諦めつくんだよ。なんかなくし物とかあった時にすごい落ち込んでても、パスポートバイバイとか言って、なんかもうしょうがないからみたいな気分になれるから、なんかどこから流行りの人がしょうがないけど、みこたちの中でこの旅の流行語アワードがこうなっちゃったらもうね、とまるまるバイバイってすごい流行ってマジパスポートバイバイはもうなんか謙信だけど笑っちゃったよねマジで。笑えないけどバイバイ笑えねえよ。そうみたいなことになった。でもさ、ミコのこの旅でね、やっぱさ、そういうさ、もう最大のやらかしをしちゃった時にさ、うん、人間関係止まれるなと思って、なんかもうスマちゃんとミオちゃんが本当にね、優しいというか、優しいっていうか、うん、なんかまあこうなったらもうサンフランシスコ楽しむしかなくねみたいな感じでテンションになってくれたのがあまりに感動すぎて、俺もう本当に恩に着るよって思ったよね、こういう友達を持っててさって。まあうちの財布は見つからなかったんですけどね。でもこっからさそう、なんかあるたびに、でもうちはもう全部なくなっちゃったからってなんか空を見上げながら言うからさ、ミオちゃん大丈夫、スバルたちが買うよとか言ってさ、そう、これ、みこっち、これとこれ買ってもいいってさ、いろんなさマスコットのぬいぐるみとかさ、いっぱいさ抱えて持ってきてさいいよ、全部持ってきな、みこちゃん買うからそうクレジットカードでもうね、全のすのみおがね。まあでもね、なんとか3人で乗り越えられたよ。いや、はい、本当によかったよ、マジで。はい、うん。